皆さんこんにちは。ニコニコチャンネル。自分で恥ずかしがってるもん。やってらんないよ、そんなチャンネルに出るなんて。久々の半年。もっともっとちゃんとやって。ニコニコチャンネルです。あ、やって。恥ずかしい。僕やんないですよ。なんでよ。なんでこんな恥ずかしい。僕です。そう。こんぐらいがちょうどいい。あの街中でこんなんやってらんないよ。はい、はい、あの自己紹介、はい、どうぞ。はい、どうも、奥です。こちらの奥チャンネルで有名な、プロテニスプレーヤーの小倉康介です。今日はリコリコチャンネルに呼ばれました。無理やり、なんか久しく投稿してないらしくて、なんか7ヶ月ぐらい7ヶ月、はい、なんか12月ぐらいに1回僕ので撮ったんですよ。一緒に出させてもらったんで、奥チャンネル、奥チャンネルね。これをこれで勢いつけて、私また YouTube 頑張るとか言ってたのにその後多分1回だけなんかピッチングかなんかの動画出して終わってたから、もうちょい出した、もうちょい出した、何個か出した、なんかしょっぽいの2しょっぽいの2つぐらい出して終わってたから。そうですね、なんで今日久しぶりのね登場してもらいました。はい、っていうのも私は内山カップ男子2万5000ドル3週間ですね続いてて、内山カップ2周、そして今回は SBCの2万5000ドル、その3大会目、私はスタッフとしてあのお手伝いしていたんですけど、その大会に3週間だよね、うん、3週間出ました。全部出場していたということで、うん、まあ小倉選手に来てもらいました。今日負けたのに出させられてます。すごい落ち込んでたのに。1周目は全部2回戦負け。1周目も2周目も全部、今回も、あ、単服じゃない、ダブルスは1周目ベスト4ですけど、それ以外ダブルスは2回戦負けで、今回1回戦負け、うん、下がってる、あ、下がってる、落ちてる、落ちてる、おげちゃんで。シングルはまあ全部2回戦、うん、ということで、まあ全部ファイナルセット負け、うん、オッケー。で特にまあ聞きたいこともないんですけど、まあなんかちょっと聞いてあげようかなと思って、はい、まあもう知名度僕の方が上じゃないですか。いや余裕で、そこは認める、このそれは認める、弱小チャンネルに、うん、あ、まあ、やばいよ、炎上する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 、炎上しよう、人のチャンネルが炎上しようが何も関係ない関係ない、全然問題ない。違う、私のファンの人が小倉ちゃんにバーって炎上、なんかさやなぎさんのファンは優しいもん。あ、そうそう、うまいな、困んないよ、本当に困るな、まあいっか、まあいい。ということで質問ね、うん、質問、うん、どうしよっか。いや、何？まあ今回じゃあとりあえず3大会終えて、うん、そう自分の中でのこの総括。逃げたな質問。うん、まずそこから、まずそこから。時間稼ぎしてる。総括。でもやっぱりまあ結構海外、また長い間、この3週の前に結構長い間、うん、南米とかアメリカいて、うん、でチャレンジャーだったり、まあフューチャーズもそうですけど、うん、だんだん戦績が上の方に。ベスト4とかも安定して出せるようになってきて、やっぱりその南米の選手のハングリーさとかもそうだし、まあ、チャレンジャーだったらコーチもつい帯同してもらって、試合回っていいすごい遠征ができた中で、今回この3周 にトライしてやっぱ日本人知ってる人とやるとより結果自分の成長が分かりやすいというか、のがあるんで、まあ、今回それも含めてトライしたんですけど、まあ、結果はまあ2回戦負けではあるんですけど、やっぱりこれまで勝てなかった相手、ボコボコにされてた相手に、まあ、ファイナルセットだったり、まあ、勝てたりとか、うん、やっぱり総じてすごいいい自分の成長を感じられた、3週間だったんじゃないかなと。とてもいい3週間だったと、うん、いや、まあ、とてもいいはまだまだ、まだまだ、あ、結果がね、うん、結果としてはもっとやっぱり欲しかったところではありますけど、はい、はい、稼いだよ。え、じゃあ自分の本当は今回目標としてはどのくらいのあれだったか。それは全然もう優勝は全然、優勝目標にね、はい、正直ランキングは今780位ぐらい、シングルス、ダブルスは580位ぐらい。ああ、なるほどね。今年終わるまでに今年終わるまでにどのくらいとかあるの。シングル500位は行きたいですね、とりあえず。じゃあまだ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 、まだあれ、まだまだ、まだまだ、もうちょい、まだまだ足りない、足りない、足りないけど、足りない、ね、でも全然このペースで、まあ言ったらこの間の遠征4ヶ月ぐらい、うんうんうん、あの海外遠征、うん、で去年取ったポイント分を稼げた、うん、おー、じゃああんまりディフェンスないんだ。そう、ほぼないから、勝てば上がると、うん、勝っていただきましょう。勝っちゃいます。で、うん、私も
あの知らなかったんですけど、オグリンは、うん、あの高校大学レギュラーなったことないらしくて、あベンチ磨いてましたずっとベンチ磨いてたらしいんですよ。ずっと磨いてました。なのにプロになって、で海外拠点にしてやってるっていうことで、うん、なんでプロになろうと思ったの？それでもそれ知りたい。いやプロはもうずっとなるって決めてました。いつから？もうちっちゃい頃からずっとプロになる。あ、まあ、サッカーとかベンチ拭いててもプロになるね関係ないベンチ拭いててろうが、それもプロになってもベンチ拭こうと思う。スイングの練習になってる。あなるほど。あ全部が大学とか高校も悔しさはすごいあって、なるほどね。やっぱ特に大学はもう厳しくて、でも全国優勝した人たちがもう集まるような、まあ、大だったし、ってかその4年生全員が、うんうんうん、だからまあなかなか出れないっていうのは本当多くて、でも、まあ、その中で吸収することもあり、うん、まあプロになると思いながら人の試合を見る悔しさもあり、うん、それが態度に出てめちゃくちゃ怒られることもありだからまあその分プロになって、うん、見返すじゃないですけど、ちゃんとこれがこうなりたかったんだっていうのをしっかりみんなに見せないといけないなっていうのが。うん、なるほどね、はい、これオグチャンネルのさ登録してる人も知ってんの？このオグリンが高校大学レギュラーじゃなかったっていうの、まあ、喋ったことある？いやここまでちゃんとは言ってないかもしれないですけど、まあレギュラーじゃなかったのは知ってる？多分知ってるかも、うん、はい、それでもプロになろうって、ね、すごい、うん、それは本当にすごいと思う。いや本当すごいと思いますし、だからみんなに夢と希望を与えてるよね。与えてると思います。今の子たち今でもオグリみたいにずっとベンチ磨いてる子磨いてはいないんだけどね座ってたね。それでもなんかねプロになりたいなって思ってるんだったらここまではなれると。誰がここまで？いや保証はないよ。保証いや僕も相当やってますから、ね、頑張っても海外拠点なんて。そうだよね、日本に住んでたらもう快適すぎて普通海外拠点は選ばないんですけど、うん、そうだね。まあテニス考えたもう海外で、ね、うん、それすごいと思う。私は何としてでも日本でやりたかったからでしょ、うん、すごいと思う。海外で行って一人で、まあでもそれでグランドスラム出てるから、うん、それは正解。あ正解か。それも正解だし、じゃあ今んとこ不正解。誰が不正解誰が不正解正解は人それぞれです、うん、そうだね、そう、そうだね。じゃあ正解になるように頑張る。正解になるように、はい、頑張りますけど、はい、あと質問なんか喋っておきたいことある？弱っYouTube 力がないYouTube もう先輩だから、登録者と能力が見合ってないなんか喋りたいことある？ないよ別にないうん、じゃあ好きな食べ物は？弱っ。お寿司。お寿司札幌でめっちゃ食べた。食べたね、一緒に食べたね。一緒に食べた。あれ一番好きな食べ物だったんだ。ウニが好き。しかもあウニめっちゃ食べてたね。おかわりして、まあ、いいとこにね連れてってもらったんですけど、うん、連れが食べない。食べたよ一通り。食べた。全然食べちゃダメなのかなと思って。僕は倍はいけたんですけど、うん、まあの倍、うん、相当食べてたんですけど、みんなが行かないからなんかもう全然食えなかった。食べにくかった食べにくかったまあ締めパフェ行ったんだよ。でしょ、うん、こっち行かないであの量だから、うん、足りなかったね。めちゃくちゃお腹すいまあ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 、ね、お寿司ということで皆さん、じゃあ今度お寿司の差し入れ暑い時に、いい暑い日にお寿司腹壊す腹壊す。明日38度だって。そうだ、明日38度らしいので帰ろう、うん、早く帰っていただいて。帰る、はい、帰るとこも暑いけど暑いで、まあじゃあ次は次の試合は全日本です。おっと、全日本は10月か。10月5日からだから、まあ2週間ぐらい。何週間あんまないの？単服、うん、単服出られるということで全日本までに上がります。上げれるようにベストを尽くします私じゃないか。あ、編集者編集していただいてるので、はい、ベストを尽くします。ベスト尽くしてください、はい、なんか喋っておきたいことあるかなあ、じゃあオグリンのファンと私のファンになっ、ファンいるかわかんないけどファンの方に最後、うん、じゃあ雑え、なんかいやこんな人ですけど大会運営すごい頑張ってもらって、本当にありがたいです。選手ファースト、選手の気持ちが分かるスタッフっていうのはやっぱり強みですから、続き頑張って以上え、じゃあ自分の目標なんかないの？自分の試合に、この私のさ今評価上げてくれただけじゃん。だから上げ返してよ。あ、ごめんない
オグチャンネル、はい、まあ、オグチャンネルね、 YouTube と、うん、選手活動二刀流で YouTuber で頑張ってるんで、ぜひ YouTuber として、 YouTube じゃ逆、テニス選手が一番、あ、テニス選手が一番らしいです。はい、で YouTube もやってます。 YouTube がその次らしいんですけど、はい、まあ、今 YouTube が大幅リードしてるので、そこはね、皆さんフォローなってない、テニスの方も応援していただいて、はい、そうですね、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。まあこんなグダグダでしたが、はい、終わりたいと思います。グダグダほぼ喋らしといてグダグダとか失礼すぎる。はい、またね。バイバイ、はい、バイバイ。